言葉が出てこない、もしくは相手に全然伝わらないという、そんな経験されたことはありませんでしょうか。はい、皆さんこんにちは、ケンペネルシズコです。今日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。ぜひですね、皆さんの英語の勉強のなんか助けになったらいいな、ちょっとでも助けになったらいいなと思って配信させていただいております。今日はですね、皆さんがこう英語に直訳できない日本語って思いつきませんか？何かこれ英語でどう表現するのと思うのがあればですね、コメントでちょっと書いてみてくださいね。またそれ後日お伝えできると思います。ということでですね、今回の動画ではですね、英語に直訳することができない日本語の伝え方をですね、こうちょっとご紹介していきたいなと思っています。日本語をこう英語にしようとして、結果言葉が出てこない、もしくは相手に全然伝わらないという、そんな経験されたことはありませんでしょうか。まあ結構多いと思います。英語を話す時に詰まってしまう方の特徴で、日本語の会話のパターンをそのまま英語に直訳しようとすることがあるんですよね。言葉って歴史とか文化とかからできるって言われていますよね。日本と外国、中でも西洋の国とは文化とか風習が全く違う民族ですよね。自然と例える対象も変わってきます。だから英語にしなくても良いフレーズっていうのが実はたくさん存在しているんですよね。っていうよりも、ぴったりした表現を見つけられない方が当てはまるかもしれませんね。何それ難しいとか思っちゃうかもしれませんけど、まあ、ちゃんと言えなくても大丈夫と理解することが大切なんですね。ざっくりと意訳するっていうことが大切なので、今日はですね、英語にはない日本語を私なりにざっくり意訳してご紹介したいと思います。この日本語は英語でどう表現できるなどと疑問に思われたらですね、ぜひですねコメントいっぱいください。まずですね、直訳できない日本語、まず一つ目としてですね、いつもお世話になっています、これですね。皆さんがこの言葉を言う時って、日頃の感謝を伝えたい時だと思うわけですね。なので Thank you for your help、 助けてくれてありがとうございますとかですね、 I always appreciate your support、 いつもあなたのサポートに感謝しておりますなどのようにですね、相手のしてくれたことや日々してくれていることをですね、こう言葉に出して感謝するっていうのがいいんじゃないかなと思います。他にもですね、いつもお世話になっていて、もう本当にあなたと一緒にですね、働けて嬉しいですという意味を込めてですね、 It's my pleasure to work with you、まあ、あなたと、共に働けることが本当に嬉しいですというのも素敵だと思いますね。まあ、どんな言葉であれ、あなたにいつも感謝しているということを伝えることができるなら、いつもお世話になっておりますということを伝えられるというので、まあ、実践してみてくださいね。次はおかげさまでについての英語表現です。この言葉をですね、伝えたい時もやはり感謝だと思うんですね。いつもお世話になっておりますとの違いは、あなたのおかげでこうなったよということだと思うんですね。なので Thanks to you、 まあ、あなたのおかげでってことですね。 Thanks to you とまず言って、その後におかげさまで何が起きた、その意味ですね、そこを伝えるっていうことですよね。例えば Thanks to you I feel a lot better、あなたのサポートのおかげで気分がずっとマシになりましたよっていうふうに使えるかもしれませんね。まあ、どんな言葉でも、まずあなたのおかげで何が起きたということが伝えることができればですね、おかげさまでということが伝わるので、ぜひ実践してみてください。はい、そしてですね、次に直訳できない日本語3つ目、悔しいです。この言葉を使う時っていうのは、努力が実らなかった、そんな時だったりとか、失敗してしまった時だと思うんですね。自分への苛立ちへの気持ちってこともあるのではないでしょうか。なので自分への苛立ちを表現したい時は、 I'm so mad at myself、まあ、自分に腹が立つっていうのもいいかもしれないですね。他にもできると思っていたのに失敗してしまった時だったら、 I can't believe it、何々したなんて信じられないっていうことで表現できるんですよ。例えば I can't believe it の後にやってしまった失敗を言えるといいですね。例えば I can't believe it I burnt the chicken again、 悔しい、もうなんていうか、チキンまた焦がしちゃったという感じでしょうかね。
そして次ですね、子供に使う言葉で英語に直訳できない日本語、一つ目、反省しなさいですね。反省するとはつまりですね、自分のしたことをしっかり考えることって思うんですね。なので Think about what you have done、 何をしたか考えなさい、もしくは Think about what you did wrong、 何が間違っていたかちょっと考えなさいと表現できます。そして今度、ちゃんとしなさい、ちゃんとしなさい、日本語でも、よく使う言葉ですけど、いろんなシチュエーションで使えると思うんですよね。ちゃんとするってとっても抽象的なイメージで、なかなかこうイメージングしづらいかもしれないんですけれど、例えば子どもが外出するとき、家のドアの鍵をですね、かけ忘れているときなどにはですね、例えば Make sure to 何々、ちゃんと何々してね、 Make sure to で表して、例えばですね、Make sure to lock the door、 ちゃんと鍵を閉めてね、だからちゃんとの部分が Make sure to ってとこですよね。そんな感じで表現できるかなって思います。他にもですね、レストランとかで落ち着きがない子どもたくさんいますよね。そんな子どもに対してですね、ちゃんとしなさいっていう時は Stay still で、お行儀よくしてねと言ったりとか、 Be good と言っていい子にするのよといったような、簡単にそういう言葉を使って表現したりもできます。ただ言い方によっては、なんかめっちゃ怒ってる感じ、強く聞こえてしまうことがあるので、優しく言ってあげましょうね。以上が英語に直訳できない日本語表現でした。聞いたことないような単語もあったかもしれませんね。でも全部覚える必要は全くありませんよ。自分の伝えたいことを紐解いて本質を伝えることさえできれば、どんな言葉を使ってもいいと私は思います。他にも、これは英語でなんて言うのと思った日本語があればですね、コメント欄でぜひ、書き込んで教えてください。この動画がですね、皆さんのお役に立ったなと思ったら、少しでもお役に立ったなと思ったら、高評価のボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではですね、最後まで見てくださって本当にありがとうございました。またお会いできるの楽しみにしています。 See you soon!